こんにちは。久賀浜で底引き網をしている水間です。久賀浜は急に浮かんではないと思うんですけど、一番北側に位置して、原発からはちょうど30キロところになるものです。震災前の主な操業海域は未だに自主規制がされている20キロ圏内のところです。現時点で国からの出荷制限の指示が出されている魚はサクラマス、グラソイ、イノスガイ、カサゴ、コモンカステの5種類です。コモンカステは一度解除されて今年2月にまた出荷制限が出されたという経過を持っています。今後も継続した長期的に及ぶ検証が必要なのかと痛感しました。県と県漁連の検査体制は、試験操業で水揚げされた魚から検体を抽出提供し、スクリーニング検査をします。県のモニタリング検査は、各浜の船が週に1回持ち回りで検査のための魚を取ってきて精密検査に回します。県漁連は50ベクレル以下を自主規制の上限数値とし、万が一にも100ベクレルを超えるものを絶対流通させないという基本的な考えで取り組んでいます。また出荷を前提とした試験操業と検査を目的としたモニタリング以外に魚を取ることはありません。これは震災前2年と昨年のいわき市漁業協同組合での生産量と販売価格の主だったもののグラフです。年間総水揚げと年間総生産量から求めたものですから、大雑把な傾向としての参考程度に見ていただければ幸いです。いわゆる風評被害があると考えれば、柳稲霊やキアンコウ、アナゴ、メヒカリのように生産量に関わらず価格の下落が見れるはずです。一方、ヒラメとアナゴはどちらも2016年9月と比較的最近試験操業対象に加えられていますが、生産量はともに増加しているにもかかわらず、価格に関しては全く逆の結果になっています。生産量によって傾向が出るのかというと、ヤリイカとヤナギナレイ、これもまた逆の答えになっています。私はいわゆる風評被害はあると思います。しかし全ての魚に当てはまるのかといえば、少しも疑問です。そこがいわゆる風評被害と言われるものの難しさなのかもしれません。関谷東大准教授の風評被害という本の中に書いてあるように、我々当事者は正直に事実だけを公開していくしかないと思います。情報公開することで寝たこを起こすようなことがあるかもしれません。それもまた風評です。良くも悪くも突然風向きが変われば、状況はガラッと変わってしまいます。風評は本当に厄介な問題だと思います。左側の写真は震災翌年5月の漁船時に撮影したものです。例年5月といえば、この辺は水温が一番冷たくなる季節で、魚の活性が悪く、底引き網の漁師としては期待の持てない時期です。通常底引き網は網を2時間引くのですが、この時は調査ということで1時間ほどしか引きませんでした。網を引く時間は半分です。しかし網の中に入っていた魚は通常の2倍です。あくまでも個人的な感想ですが、1年間全く操業をしないと魚は4倍に増えたのです。最近県は7倍に増えた漁師もあると言っています。当時漁師仲間とあと2年も経ったら目つぶってでも魚が取れるわと冗談交じりで話していたことを思い出します。そんな時、飛鳥は海洋大学准教授の書いた漁業という日本の問題
という本を読みました。そこには海外では IQ 方式と言われる個別割当方式をしたことにより資源の回復が見られ、漁業が儲かる漁業として認知されている。一方、日本は資源管理の後進国の仲間に含まれているということでした。何より衝撃だったのは、日本でも大東亜戦争の時、東シナ海で4年間全く漁をしなかったことで資源回復したこと、そしてその増えた魚をたったの2年で取り尽くしたことです。当時は食糧難の時代、重要なタンパク源の確保と福音兵の就労という大問題の解決に漁業は一石二鳥の重要な役割を担うので、資源管理どころではなかったのかと思います。しかし今の日本を見ると、公職の時代にして魚離れ、食料自給率も魚に関しては半分で、人気のある魚を重点的に海外から調達しています。そんな中、福島沖にはたくさん魚がいるからと無秩序に取っていたら、3年で震災前の状況に戻るでしょう。余談になりますが、ここ常磐沖は世界の三大漁場の一つです。福島沖は南の魚の北限、北の魚介類の南限と言われ、さまざまな魚がとれます。漢字で北によるカイと書く北機貝したり、いわきの魚メヒカリに至っては遥か南で産卵され、黒潮に乗って北上し、潮汐期で太平洋の沖合に向かってカーブする黒潮のスピードがあまりに速いため、吹き飛ばされたメヒカリがアリオメヒカリとなって常磐沖に住み、黒潮の豊富な餌を食べ大きくなるので、南にいる本流メヒカリとは味が大きく異なります。話を本題に戻しましょう。ご存知のように、私たち漁業者の収入は生産量かける単価です。収入が少なくなると生産量を増やす方向に努力するのが良しです。しかしヨーロッパのような資源管理先進国は違います。生産量の増加に依存すると、無限でない資源は確実に減ります。そして魚は大きいものから取られるので、資源が枯渇するということは真っ先に親がいなくなります。そこから資源を回復させようとすると、まず親になるまで待ち、その親が子を産み育つまで待たなければなりません。今現在、福島海洋銀行に国民が預けた原資となる魚はある程度確保できています。そうすると問題はその原資の運用法です。原資に手をつけず、運用益だけで漁業をすることです。簡単に言えば、親魚に一度は産卵させることです。それでも産みっぱなしの魚は、魚類は一度に数万個産卵しても親になれるのはせいぜい数匹です。資源管理は言うは安く、お金は形です。私は以前、個別割当制度と言われるもの、言われる IQ 制度の導入が資源管理にいいのではないかとずっと思っていました。今回この講演の依頼があって改めて勉強してみました。考え方として IQ は素晴らしいと思います。しかし、漁師が真面目に規則を守るならという正しめがつきます。先日、後継者のいるある先輩漁師と話していると、資源管理の話題が出たので、ヨーロッパのように各船に個別割当をしたらどうすると質問しました。そしたら、いい魚だけ持って帰ってくると回答がありました。まあ、ここまでは良かったんですが、次に出てきた言葉に唖然としました。生産量とは市場に揚げた魚の量であって、網に入った魚の量ではないのだろう。船に上がったものからいいものだけを持ってきて、残りはゴミとして捨てる。これを聞いて、資源管理とは真逆な世界にいると実感しました。何もその先輩だけが特別ではありません。日本国中の津々浦々にいる漁師には、資源管理とは真逆の格言が生きています。浜に明日なし、
そこにいる魚が明日そこにいる保証はない。親の畑と魚はいるときに取れ、犬の魚は誰のものでもない。船に上がって初めて自分のものだ。自分が取らなければ誰かが取ってしまう。取るなら取られる前に取ってしまう。漁師の意識としては海も魚も誰のものでもないし、早く取ったもの勝ちです。そこには多少のルール違反は日常茶飯事です。そして多少のルール違反はどんどんエスカレートしていきます。今世間で問われていることは法令遵守と無礼です。誰も見ていないとか、先輩がそうしていたからとか、他の人も違反しているという理由は言い訳にもなりません。以前ある方からこんなことを言われました。林業は100年先を想像している、農業は3年先を考えている、しかし漁業は明日のことしか見ていない。耳の痛い話ですが真実です。我々も自覚を持って謙虚な漁業をしなければならないです。真面目な漁師はいないのかといえば少しですがいます。2対6対2の法則があります。物事に対して賛成や反対を意思表示する人が2割ずつ、どちらでもない6割は思いの強い2割に間引くという法則です。結局2対6対2が8対2になって、残りの真面目な2割の人たちも生活がかかっているし、何より魚をたくさん取るということにしか生きがいを感じないのが良しです。資源管理なんて面倒くさいことは馬鹿らしくなって、結局みんなで違反をするか、そもそもルールをなくしてしまうかのどちらかになってしまうでしょう。決して許されることではないんですが、これが現実です。不真面目な漁師も資源管理の重要性は分かっています。総論としては賛成なんです。ただ俺のところの資源管理は一番最後にしてくれ、他のみんながやったら俺もやるからというのが漁師の本音です。絶対漁師から変わることはありません。そんな漁業者の見なってのは寸法だけで魚を取ってしまう時代ではなくなってきているはずです。日本でも資源管理は行われています。ここに挙げた5つの資源管理がそれです。ちなみに底引き網で行われている制限は7、8月の禁漁期間、操業禁止ラインの設定、網目の制限です。この5つの制限で最も抜け穴が少なく効果的なのが漁期制限です。席数制限は漁業者からのコンセンサスさえあれば比較的容易だと思います。漁場と漁具の制限はとどのつまり取り締まる側とのいたちごとです。漁獲量制限は一番守られにくいでしょう。日本には漁港が2623あります。船の数に至っては15万を超えます。違反というか抜け道を考えてしまうのは世の中の常で、これらをきちんと取り締まるには莫大な費用と人が必要です。守られない規制なら他にエネルギーを使った方がいいと思います。今私は AIS という公開計画に注目しています。 AIS は船名、位置、進路、速力、目的地などの船舶情報を自動的に送受信し、船にあるモニター画面に情報を表示することができる機械です。これによってそれぞれの船の情報が各船舶間や陸上交通センターなど陸上施設でも共有され、質量の有無、操業海域などがデータとして確認でき残すことができます。これは考え方によっては風評払拭処分を一役買えるかもしれません。また海上保安本部では AIS の設置は海難事故防止の意味でも有効として導入を進めています。しかし漁業者からは自分の見つけた良い漁場の情報が他船へ筒抜けになることへの嫌悪感から導入には消極的です。
豊かになった福島の海を儲かる漁業が持続する海にするには、先の5つの宣言を包括的に捉え、費用対効果を考え、今一段ハードルを上げ、罰則も含め厳しいものにするべきだと思います。今の福島なら漁業者に対する説得は比較的容易でしょう。今は資源管理先進国と言われる国々でも、導入する際、漁師がやったボイコット運動は凄まじかったと聞きます。次に、国が福島県沖を日本型資源管理漁業のモデル地区とする毅然とした覚悟だと思います。そして AIS の導入です。何より一番重要なことは、国民の意識改革だと思います。漁業先進国では、魚を含む海洋資源は国民の財産であるという考え方が根付いているようです。国民ももっと漁業に関心を持って、自分たちの魚がどのような状況にあるか、しっかり漁業を監視してもいいと思います。絶滅危惧種といわれる日本ウナギやクロマグロを前にして、週に一遍は回転寿司に行って安いマグロを食べたいとか、土用の牛の日はウナギじゃなきゃダメ、日本がダメなら中国からでもヨーロッパでも調達してこい、これじゃあいくら資源管理をやってもできません。日本では200種類以上の魚が食べられています。いろんな魚を食べてみてください。きっと新たな発見があると思います。どうもありがとうございます。